江戸時代で最も多彩な男、日本のダヴィンチ、平賀源内は、発明家としてはアスベストから作った燃えない布、火管布を開発したり、オランダ製の静電気発生装置、エレキテルを復元したことで知られるが、源内はエレキテルの構造原理をよく理解しないまま、なんとなく修復に成功したらしい。浄瑠璃作家としていくつもの作品を残し、源内焼の作成や油絵など、芸術面において万能の才能を見せた。医学の知識も豊富で、本草学者として日本初の博覧会、東都薬品会も開催している。また地質学にも精通しており、伊豆で鉱床を発見したり、秋田藩の鉱山開発も手掛けている。源内は難色家であったため、生涯妻を持たず、贔屓の歌舞伎役者をこよなく愛したという。ある日酒に酔った勢いで、大工の棟梁を切り殺してしまい、自首した源内は、獄中で破傷風にかかり、52歳でこの世を去った。ちなみに源内は、漱石公という歯磨き粉の宣伝のために、CM ソングを作詞作曲したらしく、一説には日本初の CM ソングだと言われている。